可能性細胞及び肺性幹細胞は肺盤法内のうち細胞界として発生する。幹細胞は胎盤を除いて生体のどんな組織にもなることができる。相実肺の細胞のみが全能性の細胞であり、これはあらゆる組織及び胎盤になることができる。分化能とは細胞が異なる細胞種へ分化する能力のこと。全能性は単一の細胞が分裂し、 期間内の肺体外の組織も含むすべての細胞に分化し一個体を形成することができる能力である。全能性細胞には胞子及び受精卵がある。受精卵につながる生殖系細胞も分化全能性を持つとみなされる。ある生物、特に植物細胞では古くから脱分化し全能性を再獲得することが知られている。 例えば、サシキやカルスはその植物全体に成長させるために用いることができる。人の発生は、生死が卵子と受精して、一つの全能性細胞を作ることで始まる。受精から最初の1時間で、この細胞は一卵性の全能性細胞に分割する。これは後に、人の3つの肺葉すべてさらに胎盤の細胞栄養ソ相、または、 合わせ方体制栄養膜層の細胞へと発達する。16細胞の段階に到達した後、双実肺の全能性細胞は、最終的に肺板方の内部細胞界、または外部栄養膜のいずれかになる細胞へと分化する。受精から約4日後、そして細胞分裂周期の何サイクルか経た後、これらの全能性細胞は特殊化していく。 肺性幹細胞の原材料となる内部細胞界は、多能性細胞であり、全能性ではない。C エリゴンスの研究から、RNA 調節を含む複数の機構が、ある生物種の発生の異なる段階での全能性の維持に役割を果たしているであろうことが分かってきている。多能性は、酸排用、中排用、および外排用の、どの系統にも分化できる能力である。 多能性幹細胞は、あらゆる細胞運命や、成熟細胞型を生じることができる。一つの個体とはならないという点で、全能性と区別する。哺乳類においては、肺腕法の内部細胞界がこの能力を持つ。この能力は三つの転写因子が中心となって、維持される。内部細胞界では、全能性を有する段階の細胞では互いに、抑制していた。 奥と4と CDX2 のうち CDX2 の転写が周囲の細胞からのヒッポ経路によるヤップのリン酸化を通して阻止されることにより全能性を失う。人工多能性幹細胞は多能性幹細胞の一種で典型的には生体体細胞などの非多能性細胞から強制的にある遺伝子を発現させることなどによって人工的に作成される。 多能性は複数のしかし限定的な数の系統の細胞へと分化できる能力である。このような細胞を多能性線具細胞という。多能性幹細胞の例は増血細胞である。この血液幹細胞はいくつかの方の血液細胞へと成長することができるが脳細胞や他の方の細胞へは成長できない。一連の細胞分裂の最後に肺を形成するのは 最終分化した細胞、または、高級的に特定の機能を担うようになった細胞である。分化した細胞は、その特化された細胞機能以外を担うことはできないと考えられてきた。しかしながら、近年の研究ではその考えに疑問が投げかけられている。近年の幹細胞の実験では、血液幹細胞を神経や脳細胞のように振る舞わせることができる。 これは文化転換として知られている。このような幹細胞の性質の研究は生体に関する重要な情報をもたらす。また、多能性細胞を多能性細胞へ変質させる研究も続けられている。人工多能性を持つように誘導された体細胞で、ある未分化の iPS 細胞は生殖細胞を用いる ES 細胞の倫理的な議論を解決するものとして、 当初は称賛されていた。しかしながら、IPS 細胞は非常に発言性が高く、アメリカでは未だ臨床応用が承認されていない。最近の研究で体細胞におけるある組み合わせの転写因子の発言は、他の確定した体細胞運命を直接誘導することが示された。研究者たちは、マウスの繊維目細胞を完全に機能的な神経へと、 直接変換することができる三つの神経系統特異的な発現因子を同定した。この結果は細胞分化に終点があり、細胞系統は変えることができないという性質を覆すものである。そして適切な方法を用いることで、すべての細胞は全能性を持ち、すべての組織を形成でき得ることを示唆している。肝溶管細胞の非常に豊富な原材料は、 発達途上の下顎の親知らずの死がである。肝細胞は最終的にエナメル質、増下質、歯髄、血管、及び神経組織など少なくとも29の異なる末端機関を形成することができる。石灰化し、可動性が失われる前の80歳児の収集の極端な容易さのため、個人バンク、研究及び複数の治療法の主要な素材となるであろう。 これらの幹細胞は幹細胞を生成する能力を示している。ヤモメの汚染は、線愚細胞が数種類の細胞型にのみ分化できる能力である。このような細胞を小脳性、線愚細胞という。小脳性幹細胞の例としては、リンパガ球や骨髄系線愚細胞が挙げられる。線愚細胞の例としては、 血管内皮と平な目筋細胞のどちらにもなることのできる血管肝細胞が挙げられる。胆能性はただ一つの細胞、組織の硬いと分化、発達できる能力である。人において最も一般的なものは皮膚細胞である。この細胞は自己再生という固有の性質を持つ。この性質は他の最終分化したほとんどの皮幹細胞とは異なっている。 人肝臓の細胞質界のほとんどを構成している肝細胞は胆能性である肝臓の少ない場合元の質量の4分の1からの再生能力はこの単能性に起因している胆能性細胞のほぼ同義語は前後細胞であるありがとうございます